入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナビズムの山城です。マナビズムの江戸です。どうもこんにちは。今回の質問になります。はい。文系2年生です。英語、国語、世界史で受験するのですが、ズバリ受験初期に一番重きを置くべき科目は何でしょうか。英語が大事な気もしますが、現代文ができなければ英語も古文も伸びないような気がするので、現代文かなと自分では考えてはいます。素晴らしいですね。センスがもう溢れ出てるな、これ。溢れ出てますね、これ。センスが溢れ出てる、すごい、マジで。うん、いやー、まさにその通りかなと思いますが、うん、まあどの科目もそうですけど、日本語読み取られへんかったらどうしようもないので、授業聞くにもね、現代文の力やっぱりいりますし、いるよね、うん、参考書自分で読むにしてもやっぱり現代文の力いるので、もう現代文の力絶対必須ですよね。現代文というか、読解力というか、は絶対に必要やなと思いますが、そうですね、まあ、現代文かなと自分で考えてます。そうですで終わってしまうんですけども。ああ、そうですか。僕はそうですね。マジで？現代文じゃないですか。俺英語やな。おお、なるほど。英語も大事です。大事やと、もちろん英語教えてますからもちろんそう思いますけど、でもやっぱりこう、英語を読み解く力であるとか、まあ英語を和訳して英語が何て言うんですか、日本語に変えれたとしても全体の内容がわからんとかっていうのは、やっぱり現代文の力、読解力というところにが足りてなくて、点数が上がりきらんっていう子もいてるので、っていう意味では英語もちろん大事ですけど、配点も高いですし、でも根幹となるその能力というか力というのは現代文じゃないかなと思うんですけど。なるほど。違いますか。いや、その理想の話をすると、例えば英語も古文も世界史も全く勉強せんと、現代文だけ勉強してくれて、で現代文勉強して、それで読解力が培われていって、頭も良くなっていって、論理構造もちゃんと分かっていってくれるんやったら現代文やってくれていい。なるほど、なるほど。それ成功するかいかいやっていう感じかな。理想や。理想。そう、読解力ない、もう今まで全く勉強してない、言葉も全然知らん、っていう子がいろんな科目やりまくって、結局何言うてるか、その参考書とか読んでも分かりやすく書かれてる参考書さえ分からんみたいな、でも勉強した気になってるみたいな子いっぱいおるから、ね、そういうことを防ぐために現代文から勉強する、それは一つの手やと思います。ただいろんなすごい現代文の先生とか見てても、それその責任取れんのあんたって言ったら、俺取られへんと思う。俺もしじゃあそれ現代文伸ばされへんくて、たとえ現代文がそれ伸びても地頭良くなったんかって言ったら、その読解力が出てきたんかとかっていうのって、ほんまに分かるんって秋とかちゃうんと思う。春から始めてやっと秋とかで開花し始めんちゃうんって思う。長期的にかかる。そうですよね。痛い目も合わなあかんやん、現代文とりあえず1台やったらこんだけ伸びて、10台やったらこんだけ、100台やったらこんだけ伸びんねんみたいなってないやんか、科目として、数学みたいに、そのないやん、ほんまに現代文って、でも成績が伸びるっていうのはあるやん、すごい難しい科目やんか。難しい科目ですね。でその中でじゃあ現代文力入れていって、最初は読解力高めてな、ほんで、英語とか後で載せていったら点数もスムーズに伸びていくようになる。いや、そらそうやねんけど、それってこのテンプレートにしたらあかんと思う、俺。なるほど。だから俺は絶対に点数伸びるのは英単語を覚えることやと思うから、とりあえずひたすら暗記科目は俺やった方がいいと思う、特に文系なんでしょ、やったら英語、世界史、古文やと思うよ、あえて、で現代文はちょこちょこやってる、ほんで自分の痛い目合わへんかったら伸びへん、単語こんだけ覚えた、文法もこんだけやった、英文解釈もできる、であのに英語センターで140ぐらいしか、120か140ぐらいしか取られない、なんでやねんと、なんでやねんって言ったら、そこでそれはな、現代文の力なんだよって言われて、あ、
現代文やらなくっちゃと思ってやっと現代文がその必要性が分かるというか、うん、でそれが、まあ、今この彼の質問の仕方はちょっとレベル高すぎるけど、レベル高い、現代文大事だと思うんですよ、うん、って、その子は確かに現代文やってもいいかもしれない、うんうん、いいかもしれないけど、それ成功するか成功せへんかちょっと不安やから、もちろん他の科目をやらずに現代文っていうわけではなくて、うん、現代文重き置いて他の科目やってくれたらいいかなって思う、うん、でもそのなんか現代文の重要性とかあんま分かってない子が、矢沢先生、山下先生、現代文って言うから、うん、だから現代文やろうって言って、うん、やって、うん、とりあえず参考書読んで、でも現代文できん子って、現代文できん子って現代文の参考書も読まれへんから、だから、うん、あかんかったりするわけですから、だから怖い、その人による、まあ、ごめんな、人によるってもう逃げてるけど、俺、その回答が逃げてもってるけど、まあ、それほんまそうやね、うん。ほんまそうなんで、ね、現代文やねん、やねんけど、こう万人受けというか、うん、万人に当てはまるのが単語を覚えていくかなっていう感じやな。ちょっと僕質問を読み違えてましたね。受験初期に一番重きを置くべき科目は間違いなくでも英語ですわ。英語やな、うん、その根幹となる何ですか、受験勉強の力として根幹にあるものというふうに捉えてたんですけど、うん、はいはいはい、やるべきはもう絶対英語ですわ。やるべきは英語でしょ。間違いなく英語です。これすいません間違えました、ね、でもやらんのはなしなんですよ現代文も、ね、うん、ね、やらんのはなしなんですよもちろん。だからすごいセンスある質問なんですけど、うん、その3年はね、3年浪人生はもう 100% 分かってると思います、うん、ただ今2年生で勉強したてで現代文大事やってやたらいろんなところで言うよなみたいな感じはの子が、だから現代でもやるから現代文やろうっていうのはやるといい、うん、ちょこちょこやっとったらええと思うけど、痛い目はまだ分からんからっていう意味でね、うんうん、はい、そのところです。分かりました、はい、それではこの動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。